沖縄手帳発行人の時間です。沖縄手帳発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながらウチナーのことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。暑い日が続くようになりましたが、沖縄手帳を見ますと少々7月7日少々からの10日間は気温のピークとあります。長い夏はこれからですね。今日は7月7日七夕です。沖縄には七夕の行事はあるんでしょうか。はい、ぐすうよ、中がなびら、中がなびら、今一番年間で一番暑い週間なんですけど、はい、まあ、台風1号が近づいて少ししのぎやすくなってますね。今日はちょっとね、はい、でも明日明後日からまた真夏になりますので。さて、さっきあのゆきちゃんからありましたように、はい、今日は七夕、24節気の小暑なんですけど、はい、あの少し暑いというのが本来の意味ですけど、とてもそうではなくて大変暑い日が、この小暑から次の24節気のこれ7月22日ですけど大暑の日までは続くということですね、はい、うん、で昔の沖縄ではこの頃の灼熱のこう真夏の太陽のことを6月太陽、うん、6月ティーだと言ってたんです。もうとても暑くてかなわないと、うん、いうことなんですね。で沖縄手帳が基準にしていますのが沖縄気象暦、はい、あの北村真嗣さんという方が、編集したものですね、はい、この人は宮古の出身の方で、うん、八重山気象台の気象台長を長らく続けていて、その後俳句もやっていたということで、うん、俳句やってる方は、ね、沖縄で気象台出身者が非常に多いんですよ、うん、季節の変化を調べていくんでね、うん、で、まあ、梅雨明けから9月の5日までは真夏、北村さんはそれを前半後半に分けてますが真夏なんですね。さらに10月の7日まではまだ残暑が続きます。秋が来るのは10月の8日ですから、うん、あの長い長い夏がまだ始まったばかりということなんですね。この、うん、あの北村さんの沖縄気象暦については手帳の最初の方のページですね、はい、沖縄手帳をお持ちの方はぜひ準備してください。2016年のいや魔順下方サビラというページがありまして、はい、その一番下の方に乗っかっています。とても面白い季節区分だと思いますので、見ていただければなと思います。うちのあの季節ご読み、はい、沖縄の季節はやっぱり本土の季節と合わないんですよ ね、 そうですね。2ヶ月はずれてます、うん、またあと一つちょっと興味あるのは時間間隔のずれもありますね、はいはい、多分ゆきさんも感じたんじゃないかと思うんですけど、うん、夕方というと何時からだと思いますか、うん、ああ4時かな。で夕方は大体本土の方は4時って見るんですね、はい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 、沖縄では4時はねまだ真夜なんですよ、はい、せいぜい6時頃なんですね。あ、これで正式なものは何だろうかと思って気象台の時間についての表現を見ると、はい、3時から5時頃までが夕方なんですね、はいはいはい、これ沖縄の季節、沖縄の時間隔とほぼ2時間ぐらいずれてるという感じですね。はいはい、だから本土から来た人に、じゃあ明日夕方お会いしましょうね、でこっちは6時頃考えてると向こうは知らなかった4時頃考えてるとかですね。わあ、覚えておきます。はい、はい、でまた今日 の、 あの今週のページの上の方を見ていただくと、はい、あの最高月間気温のランキングが書いてありまして、第1位が大阪で35度、2位は京都 34.9 度で、沖縄は実はあのずっと下の方の31位ですね、うん、で32度となってます、うんうん、最高月間気温というのが非常に難しいんで、あのその月の毎日の最高気温を足して平均にしたのがこれってことなんですね。わあ、平均でこれですか、はい、わあ。日日の最高気温の平均です、はいはい、暑いですね。だからゆきさん京都ですからとても暑いところから、そうですね、涼しい沖縄に来たということになってるんですよ。そうですよ本当に夏しのぎやすいです、ね、まあ、最初の人はね聞いたら意外に思うかもしれませんけど、沖縄は周りが海に囲まれていますので、うん、これ海洋性気候と言いまして、うん、あの海は夏は冷やして冬は温めるという効果がありますので、そんなに温度差が出てこないというのも沖縄の気象の特徴の一つなんですね。海に囲まれているからなんですね。はいはいはい、そう夏は海に入ると涼しいですよね、はい、冷たいです、うん、冬入ると暖かいんですよね、うん、冬
冬はね、海を出てからが大変なんですよ、寒くて。そうですね。うん、はい、へえ。ただ、ただただただ、この温度計の温度、これは百葉箱の中に入れる温度ですから、はいはい、直射日光にさらされてないところの温度なんですよね。うん、でも直射日光はもう全く沖縄はとても強くて、これはもう本土と比較にならないぐらい強いわけですね。だから直射日光の強さ、日差しの強さはまあこれとは別だよということになりますね。あ、だってゆきさんが訪ねた七夕なんですけど、沖縄にも七夕っていうのはあります、はい、でもこれは旧暦の行事なんですね、はい、でまた中身が違います、うん、旧暦の7月7日というと、うん、お盆のすぐ前なんですね、はいはい、旧暦の7月13、14、15がお盆ですから、はい、1週間前、ね、はい、1週間の前なんですよ、うん、だから沖縄では旧暦の七夕というのはその日に沖縄、お墓に来まして、うん、お墓の掃除をして、うん、ご先祖様に線香をあげて、うん、もうすぐお盆が参りますので、その時はお越しくださいというふうに、うん、お盆のご案内をするというのが沖縄の七夕なんですね、うん、だから掃除の日なんですよ、はいはい、まあ、今ではね、本土の本土と、まあ、本土でももうこれがもともとの本来の七夕だったらしいんです。へー。その後中国から織姫織彦伝説が渡ってきて、天の川、はい、彦星、うん、はい、天の川を挟んで二人が会えるのが年に一回この日だけと、うん、まあ、天帝が織姫は織物が大変上手、彦星は牛を養ったですね、放牛牧畜業をやってたわけです、うん、で二人がとても働き者なんで関心だということで、まあ、織姫天帝の娘だという話もありましたけど、二人を引き合わせて結婚させるわけなんです、うん、ところが結婚があまりにも楽しすぎて、うん、二人とも仕事をしなくなったんです、うん、で、天帝怒ってですね、うん、二人を引き離して仕事をしてなさいと、うんうん、年々一回だけやってもいいというのが今日のこの日らしいです、うん、だから今日雨が降ると天の川が見えなくなってしまうんで、うん、今日晴れるようにとかですね、うん、いうことを祈りながら短冊を作ったということらしいです、うん、ただまた沖縄であと一つこの七夕の日に関するルールみたいなのがありましてですね、お墓に関する日取り、これとても沖縄でうるさいんですよね、うん、はいはい、そういう仏壇を変えたりするのも、うん、基本的にはうる年じゃないとダメだってことなんですけど、うん、この七夕の時には日なしといってね、特別な日の定めがないって言って日なしって言うんですけど、日なし、はい、日がないと、あれこれ気にせずに、お墓だとか仏壇とか仏数に関することがやってもいいよという非常に便利な日だということになってるんですよ。でもこれ新暦じゃなくて旧暦の話ですよね。旧暦です、旧暦です、もちろんです。へえ、はい、まあ、今はもう天の川も見れなくなってますんで、街明かりが明るくて天の川もほとんど見れない、うん、薄いですね、田舎に行かないと見えない、うん、街明かりがないところ、だからアメリカでどこからこういう話聞きましたけど、大きな停電があった時に、うん、警察に電話がたくさん来てですね、うんうん、空に不思議な星がたくさんあると、うん、あれは何だと宇宙人が来たかもしれないと言い問い合わせがあったのが、なんと天の川だったという話らしいんですよ。それぐらい普段見たことがないってことですね。もう見えませんね。あ、どこ行っても街明かりが大きくて、うわ、なかなか見れません、うん、ただこれも後でお話しようかと思ったんですけど、旧七夕の頃に八重山では南の空の星祭りっていうのが行われますね、はい、今年は8月の6日らしいんですが、うん、その日は、夜の8時半かなから1時間町の明かりを消すらしいんですね。大暴した後に町の明かりを一斉に消してですね、うん、ライトダウンしてみると本当にくっきりと星空が見えるという話らしいんですよ。ですか、八重山のどこですかね、八重山のね、町の中の埋め立て地があるんですけど、うん、パイヌ島のビーチかな、人工ビーチがある、うん、そこでやるっていうのが例年になってて、今年も15回目ですから、ほぼ定着してるお祭りだなと、うん、とてもロマンチックなお祭りですね。いいですね、うん、天の川のことを沖縄の方言では、うん、天の河原と書いて、うん、ティンガーラというらしいですね、うん、これも、はい、まあ、いい言葉の響きですね、うんうん、そっか、ティンジャーラって聞くけど天の川のことだったんだ、うん、天の川、はい、そういう歌もありますよね、うん、はい、はい、
さて、まあ、今日はこれからいろいろお話していきますけど、あの沖縄手帳の今日のページに、はい、2つありますね。あの少々七夕、そしてサイパン島日本軍虐殺、県出身民間人多数犠牲に1944年、はい、沖縄戦の1年前なんですね、うん。あと一つが台風8号で全国初の特別警報が発令されたと、うん、読谷村では降雨記録を更新、これは2014年、はい、最近の話です、はいはい、こういったお話をしていきたいと思います。あ、まあ、それで、はい、あの南洋移民にちなんだあの南方移民の歌を、はい、まず由紀さんに選んでいただいた、はい、何て歌でしたっけ。あ、南洋帰りです、はい、これをちょっと聞いてから由紀、はい、さんの話を聞いてみたいと思います。はい、では金城実さんの歌で南洋帰りお届けします、沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。今おかけしていますのは金城実さん、南洋帰りです。この番組は丸政印刷の提供でお送りしています。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。ここでメッセージが来てますので読んでいいでしょうか。はい、はい、メールが来てます、うん。こんにちは、ひかるさんからです。こんにちは、北海道札幌からラジオを聞いています。北海道札幌はまだ寒いです。昼間は暖かいけど夜がひんやりで寒いです。安定した気温で過ごしたいですって来てます。わー、すごいですね。寒いという言葉はちょっともう、沖縄でもね、今年は1月寒くてみぞれが降るという大事件があったんですけどね。そうですね、大騒ぎしましたよね、みんなね。そうするとまた今度7月はまた例年よりとっても暑いんですよね。そうですよ、今年はすごい暑いです、はいはい。まあ、北海道もね、北海道とかあの夏暑くなる時ありますけどね。行ったことないです私。でもね、遠くから聞いていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、では今ね、先ほど CM 前に南洋帰りをおかけしました。今日は移民のお話ですね、はいはい。じゃあ南洋がまずね、どこかっていうのがピンとこないですね、はい、私は。まあ、東京から見ると南洋は沖縄だということなわけですね。
南方だというと沖縄だとか、だから復帰前はあの南方連絡事務所という日本政府の出先機関がありまして、うん、それはあの総理府の中には南方同胞援護会といって、復帰前の沖縄人たちを応援する支援する組織があったりして、南というともう沖縄になっちゃうんですね、うん、これ沖縄から見ると沖縄は南じゃないわけでして、はい、もっと南にはたくさんあるんですよね、はい、台湾もあるしフィリピンもあるし、うん、それからミクロネシア、太平洋の島々があるわけですね、うん、でよく南方というとこの、うん、あの南方諸島ですね、あのマリアナとかね、その辺を指すのが多いようです、うん、私もこの歌を知ってるので、アテニアン、サイパン、ロタ、パラオって出てくるんで、あの辺のことなんだって、知ったんですけど、これはね昔からあの糸満漁民たちはその辺まで平気でサバに一つで行ってたらしいんですよね、まあ、すごいあのオーストラリアまで行ったって話もありますから、そこら辺がもう庭だったみたいなんですね。これで第一次世界大戦の後で、ここはインド領だった、ドイツ領だったんですね、はい、でドイツが敗北しまして、日本がそこを乗っ取ってあの信託統治にしてしまって、まあ、実態はもう日本の植民地みたいなもんですね。うん、で南洋開拓株式会社というあの、はい、まあ、官営会社を作りまして、南洋開拓に乗り出したんです。うん、でその時に目をつけたのが沖縄だったんですね。うん、まず一つはこういう暑いところには向くだろうと、うんうん、それから二つが南洋での農業振興は厳しさくなんですね、はい、じゃあ厳しい終わってる沖縄の人がいいと、うん、それから漁業がですねカツオマグロなんですね、うん、であれば沖縄の人がいいと、うん、そうなって、沖縄からあの準備金なしであの移民を勧誘したらしいんですよ、うん、だからたくさんの人が移民に行ってるんですね。南方諸島だけで5万5000人がいたと言われています、うん、でサイパンですけど、その南方開発の拠点がこうサイパンに置かれていたわけなんですね、うん、でここにも沖縄戦のほぼ1年前に米軍と日本軍の戦いがありまして、戦前サイパンという島だけで約3万人の日系人が移民していたそうですが、うん、その3万の人の中の2万人、うんは、まず、うちらんちだったらしいんですよ。はい、で、サイパンでは沖縄と同じように、日本軍はもう戦争にならない戦争で敗北敗北を重ねて、島の、はい、まあ沖縄では最南端ですけど、向こうでは最北端、南の岬まで追い詰められてしまうわけですね。で、その岬から、まあこれ以上に悲惨な話ですけど、多くの兵隊とか民間人が飛び降り自殺をしたわけです。そこが今は、あの、バンザイクリフ。まあ、万歳岬というふうに名前がついて、慰霊碑がたくさん立っていて、有名な場所になっているわけです。ああ、日本語なんですか。そうそう、元はね、別の岬だったんですけども、あまりにも多くの人が万歳飛び降りしたというふうで、今はこの万歳クリフというふうに名付けられています。で、結局そのサイパンがアメリカに、玉砕でアメリカに占領されて、そこの飛行場が整備されて、そこから爆撃が日本とか沖縄を目指して飛んでいったということなんですね。もう日本軍はこれ考えられないことなんですけどね、あのまだ航空兵に重視してまして、うん、あの現地軍に対しては飛行場を整備しろというわけですね、うん、飛行場を整備したって、ね、飛行機自体もないし操縦士もいないんですよ、うん、だから現地軍は反発するわけで、そんなこと言っても意味がないと、うん、敵に飛行場に乗っ取られるだけだと。でも大本営からは同じ、日本沖縄も同じですけど、同じ命令が来て、結局はすぐ占領されて、敵にすぐ利用されると、まあ、こういうことになっちゃってるわけなんですよね、うん、ですから沖縄からはこのサイパンも含めて南洋諸島に行っていた人たちがたくさんいたわけですね、うん、5万5000人、そのうち1万5000人があの南方で亡くなったと、うん、戦争で亡くなったと言われてますけど、うん、あと4万人ぐらいが人が帰ってくるわけです、うん、でその人たちはあの琉球政府時代にサイパンに慰霊碑沖縄の塔というのを作りまして、今でも人数は少なくなりましたけど、毎年南方軍統慰霊団、南方軍統の慰霊塔墓参団というのが出ていましたね。多い時はね1000名ぐらい出ていたらしいんですけど、今はもう 2,30 名になっちゃってですね、高齢化してもう、うん、この思いをどう伝えていこうかなというのが大きな問題になっているんですよ。あ、お墓参りってことですか。お墓参りですね。あ、はいはい、うん、だから先言ったようにあのうちなんちゅがたくさん向こうに渡って、まあ、今年の世界のうちなんちゅ大会にもそこからたくさん来ると思うんですけど、うん、
なぜじゃあ沖縄の人が出ていったかというこちら側の理由なんですけど、うん、それはあの昭和大恐慌と言われる時期がありまして、うんうんうん、その中で沖縄はとても経済的に追い詰められて、うん、あの瀕死の琉球という言葉が使われたりですね、うん、あるいは蘇鉄地獄とか言われたらしいんですね。蘇鉄の実には毒が含まれて、もう本来食べたらいけないんですけど、うん、それも食べざるを得ないと、うん、で料理法を誤って中毒する人がたくさん出たと、うん、で農家では貧しくてとても飯もまあ食えないわけですので、子どもの身売りをしたりですね、うん、あのまあ、夜逃げしたりという中で、この南方からあの準備金なしで移民を募るというのがあったんで、うん、たくさんの人たちが出かけていったと、うん、いうことなんですよね、うんうん、で戦争が終わった後、アメリカ軍は実はあのこのそれはサイパン島を例にとると3万人を超える日本人が住んでいて、現地人は4000名いかないんですね。そういう狭い島に日本人たくさん押しかけたんで、うん、まあ、食料もなくなってしまうわけですね、うん、で日本人は戻りなさいと、うん、で帰還政策を出すわけですね、うん、ところが琉球人、内南中に関しては本人の希望で残ってもいいということになるんです、うん、それはしばらくするとまた、いや、あのこの人たちと結婚した人以外は帰還しなさい、うん、それはしばらくするとやっぱり全員帰還しなさいということになって、2点3点をして、結局はほとんどの人が沖縄に帰ってきたと、うん、で帰ってくると沖縄はまだ捕虜収容所、強制収容所の時代でして、そこに閉じ込められて相当苦労したというような話がありますね。まあ今忘れられていますけど、あと一つの沖縄戦というのがこの南方諸島、特にサイパンであったというのが今日の日だということです。うん、忘れられた沖縄戦というやつですね。であと一つ、あの台風8号であの全国初の特別警戒警報が出たという話ですね。すごかったですよね。すごかったですか、覚えてますか。あちこち、ね、覚えてます。なんかもう寸断されて読谷、はい、ここ孤島になってましたよねそうそうそう、これはですね、あの2013年の8月からそういう警報制度が出て、数十年に一度の強さの台風が予想された場合には特別警戒警報というのが出るんですよ、うん、でそれが出る基準が910ヘクトパスカルまたは風速最大風速60メートル以上ということですから、今日 の、まあ、台湾の方にそろそろですけど台風第1号はこの条件を満たしているわけですね、はい、でこれが来れば第2回目の特別警報が出るというところだったらしいんです。でその時の読谷は、1時間90何ミリかの大雨土砂降りだったんです。で90何ミリというのはどういうことかというと、うん、これ気象台 の、うん、表現基準から見たらですね、猛烈な雨、80ミリを超えると猛烈な雨、息苦しくなるような威圧、うん、圧迫感があって恐怖を感じると、わ車の運転はとてもできない、うん、30ミリを超えるとバケツをひっくり返したような雨ということですの で50から80ミリだと非常に激しい雨、滝のようにゴーゴーと降り続くということです、うん、ですから90ミリだともうどういう表現していいか分からない。私も滝ぐらいまでしか想像ができないですね。それよりすごいってそれよりすごいんでしょうね。滝のようになるが80ミリですから、80ミリを超えるとあの恐怖を感じると、うん、で実はあの沖縄でもですね、多良間島では1時間152ミリを経験したことがあるんですよね、はい、これは日本3位の記録なんです、ただ1位が千葉と長崎で153ミリですので、はい、1ミリしか変わらないんです、はい、1ミリの差で3位になってしまったということですねどういう表現なのかなと、ものすごい想像もできないような雨だと思うんですよ、ね、でも最近は天候の異常化、数十年に1回の天災というのが2、3年で来ますんで、この辺はとても注意しないといけないんでしょうね。で今から17年か前にあの台風14号というのが宮古島にありまして、はい、その時に瞬間最大風速74メートル、でその前の第二宮古島台風が瞬間最大風速が 85.3メートル、これがあの日本の最高記録になっているんですね、うん、で私は、まあ、その時宮古島にいたんですけど、すごかったです家飛ぶんじゃないですか。家飛んでる人が多いですね。
でにその平成15年の時の台風14号、この時は沖縄に本当にいましたけど、うん、台風直後にあの宮古に行ってみたんですよ、うん、あすごかったですね。あのすぐ行こうとしたら今来たら困るというですね、はいはい、で停電断水、うん、でホテル旅館全部閉まってると、うん、で 4,5 日してから行ったんかな、うん、そしたらあの道沿いの電信柱がみんな投げ倒されてるわけですね。で沖縄電力の風力発電の大きな鉄柱まで引き倒されていまして、すごいでしたね、はい、いやびっくりいたしました今日もありがとうございました、はい、沖縄手帳発行人の時間でした。また来週、はいはい。